琉球大学の伊藤と申します。今日はこのような機会に話すことができて大変嬉しく思っております。今日は京都の、旅行についてというお話をいただいたのですけれども、10日せっかくの機会ですので包括的に進路旅行と北方旅行2つのお話についてお話をしようというふうに考えております。で僕もですね、実はこの台風の観測に載せていただくことができまして、普段数値シミュレーションとデータ同化という研究をしているので、普通は僕は観測プロジェクトに参加しないんですけれども、言葉遣いはちょっと気をつけなきゃいけないんですけども、本当に、ね、中に入った瞬間は感動的だったし、興奮しました。で、思わずこの目の中に入った瞬間に僕は、おーって叫んでしまったんですけど、実はその日の NHK で、流された動画にその僕のうわっていうのが入ってそのうわっていうところが、その素直に僕はこの自分が今まで研究した台風であるところの台風を見たときにこう恐ろしさも感じたし、また同時に感動したというところでもありまして、今日は、その成果の最後の方に含めまして少しお話をしたいと思います。で、この、世界地図というのはですね、世界中の熱帯低気圧ですから、台風、体験、サイクル、すべてまとめて、経路を過去150年間にわたって書いたものなんですけれども、よく学生さんに僕は質問するんですけれども、ハリケーンと台風、どっちが強いと思う？で、これ、赤が濃いほど強い台風を表しているんですけれども、大抵の学生さんは、ハリケーンが強いんじゃないのって言うんですが、実は、我々が面しているところのこの北西太平洋という地域は世界で最も強い台風が最も多く発生する地域ということになっています。で、その中にあってその様々な顕著な、大気現象というのが台風に伴って発生しています。豪雨ですとか、暴風ですとか、高潮あるいは高波といった現象です。で、豪雨というのは実は、台風の強度というよりも台風がゆっくり進んでいるときにたくさん雨がもたらされて、早く移動しているときは、そんなにそんなにというか遅く進んでいるときよりは降らないということはあるんですけれども、一定の程度その台風が強いときには雨が多くなるという傾向はあります。で、沖縄に住んでますとやはり暴風風が非常に強いものですから、そこから多くの災害というものが出てきます。で、高潮というのはもしかしたら知らない方もイメージできない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、もう津波と本当に同じような時間スケールを持っています。ひどい時ですと数メートルの海面上昇が、数時間にわたって続くという現象です。で、これが先ほど鶴岡先生のスライドにもありましたけれども、フィリピンを襲った肺炎でたくさんの方が亡くなられたということにつながっています。で、それから高波といったことも重要なテーマとなっています。今ちょっとここで僕は少し気をつけて用語を使ったんですけれども、自然現象、危機的な自然現象というのはそれがそのものが人的被害を常に引き起こすというわけではありません。で、先ほど右上の方で、ムービー動画をお見せしたんですけれども、あれは2015年の与那国島で、撮られた動画でして、最大瞬間風速 81.1m、住宅損傷が300件超なんですけれども、大体これが与那国島全体の建物の半数ぐらいです。ですので、半数近い家が何らかの損傷で、全壊家屋が10件です。そうすると、特に対応策を何も取っていなかったとすると、10件全壊してますから、多くの方が重傷あるいは亡くなられたということを想像するんですけれども、実際この時というのは死者重傷者ゼロ、軽症1です。で、こういう時ってあまり報道されないんですね。で、避難が非常にうまくいって、適応策がうまくいって、被害が出ませんでしたという時は、実はあまり報道されませんが、この時何が起こっていたかというのを、実際、与那国島に行った時に、役場の田上さんにお話を聞いたところですね、強い台風が接近すると聞いて、役場の人間がもう接近前夜からこう、各家々を回って避難を呼びかけたということをされたそうです。で、この時に一つ大事なことは、もしかしたらその、小さい島だからできたということを可能こともあるんですけれども、そのやはり予測の情報というのを、役場の方が真剣に
捉えられて、その予報が当たっていたと。で、多くの方をその頑丈な建物の中に避難させたという、この行動のつながりというのが大事だろうと。で、逆の例という面がいくつかある、台風肺炎のケースなんですけれども、こちらにその台風の事後解析、ベストトラックというんですけれども、台風が通過した後にどれくらいの、中心気圧だったかというのを書いてあります。で、その2日前に出された予報をこの赤線で、示しています。そうするとここにかなり大きな誤差があったということがわかります。どういうことかというと、台風上陸する少し前までというのは、台風の強さを、過小評価、そんなに強くならないだろうという予報を、事前に出してしまっていたということになります。で、台風の進路予報誤差というのは、この時は F24 とは24時間前なんですけれども、24時間前に出した予報でいうと、大体100キロぐらいの進路の予報の誤差というのがありました。で、大体これ100キロというのは、進路予報24時間後でいうと、平均的な値ではあるんですけれども、やっぱり避難を考えるとき、100キロ外れる可能性があると思ったら、やはりそれは逃げるのが難しいんですけれども、例えばこれが半分とか3分の1、50キロとか30キロの程度になってくると、大体どこに強い風が来るかみたいなことが分かれば、事前の避難という時に非常に有効な情報になり得ます。それから高潮というものを考えた時に、この条件というのはもっとシビアで、高潮というのはやっぱり台風の進路が10キロ、20キロ、数十キロずれると大きく誤差が出てきてしまいます。ですので、そういう意味で言うと、進路予報の誤差というのは年々改善傾向にはあるんですけれども、さらにこれを減らしていくという努力を続けることによって、避難軽減に役立つ情報としたい。でもちろんここで進路予報の精度、強度予報の精度が良くなれば、こういう被害が全くなくなるということを言っているつもりはありません。で、予報が良くなるということが、まずは基礎的な情報として、出来上がって、それを例えば一般の方々に伝える情報であるとか、実際にここで取られる適用策であるとか、そういうものを総合的に良くするということが最終的な防災減災につながることではあるんですけれども、今日の話としては、そのベースとなる情報であるところの台風の進路予報、強度予報というのを、どういうふうになってきたかということについてお話をしようと思います。で、こちらに示していますのは、RSMC 東京、気象庁の中に RSMC 東京という組織がありまして、これは北西太平洋の国々などに対して、その台風の予報の情報などを提供する立場となっています。で、北西太平洋は気象庁、日本の気象庁の管轄でして、さまざまな国がこの情報というのを有効に活用しています。で、先ほど総理先生から紹介があったんですけれども、進路予報の誤差というのは減少傾向にあります。で、中心気圧の予報と最大風速の予報の誤差に関して見ますと、右肩上がりということで、予報がだんだん年を追うごとに当たらなくなってきたというのがつい最近まであります。で、一番最後、この急激に落ちているというのを見ていただけると思います。後でこれ少しお話しますが、2017年に気象庁では、強度予報の専用のシステムというのを、試験運用として導入をし始めました。で、そのことが個人的には大きく、働いたのではないかというふうに考えております。このことについては後でお話をいたします。まず最初に、強度予報が、1989年から2000年代、つい最近ですね、ここ 1,2 年前までは、なぜ増加傾向にあったかということなんですけれども、これは僕の、出版した論文の中に書いてあることですけれども、台風の強度予報をするときというのは、急激に発達するような台風、あるいは急激に弱くなるような台風というのの予測が難しいということが、すでに分かっています。特に台風が急激に発達するときというのは、大きな予報の誤差を出してしまいます。よくあるパターンとしては、台風の強さが変わらないというふうに予報を出しているのに、実際には、台風の急発達というイベントが起こってしまうというパターンです。で、右の図にはこの過去30年間で、台風の強度予報の誤差の、最大風速の24時間予報の誤差がこの赤線で書いてあるんですけれども、このような急発達イベントというのが
増えてきたのではないかというのをこの図に示してあります。最初台風の強度予報誤差が増えているということ自体大変僕は驚きまして、で僕は自分自身がおっちょこちょいなので、絶対自分が間違えていると思って2回3回と検算をして他の方にもそのチェックをお願いしたんですが、どうやら間違ってないらしい。でそこでまず一つ驚いたんですが、じゃあその理由は何なんだろうって考えたときに、この急発達する台風の割合が、2000年代半ばで 2% 弱だったのは、まあ、ここ過去10年ぐらいというのは、5% 台になっていると、要するに2倍強の急発達の発生というのが起こっているというところを見たときに、まあ、2度目のびっくりがありました。で、おそらくじゃあなんでこの急発達が増えて、まあ、予報が南下していることが急発達率が増加していることが原因だとすると、なんで急発達というのが近年頻発しているのかというのは、実はまだ研修検証が必要な部分だというふうに思っています。ただ一つの仮説として、横浜国立大学の福安さんだと最近共同研究をしているんですけれども、海洋表層の水温というのが、上昇傾向にあるということと、まあ、比較的いい関係がありそうなので、この、急発達が増えてきたということは、もしかしたらその海洋表層の水温が上がってきたということと関係があるのかもしれないというふうに考えております。でここからもうちょっとベーシックな話です。で、あまり数値モデルですとかシミュレーションに詳しくない方もおられるかもしれませんので、基礎的なところからお話をしようと思うんですが、物理学に基づいて天気予報というのは基本的に作られています。で物理学に基づいた予測をするってどういうことなのかというと、ボールを落とすことをちょっと例に考えます。でボールを静かに手を離すとボールって下に落ちます。で、中学校 の授業であるいは高校の物理の授業なんかでやるんですけれども、ニュートンの運動法則というのがありまして、それに従うと、重力だけが働いているならば、落下の速度は、9.8×t です。これは1秒後であれば 9.8m/秒、0.5 秒後だったら手を離すから 0.5 秒後だったら4.9m/秒という式なんですけれども、これは実はすごいことなんです。どうすごいかというと、手を離した瞬間からもう未来のことが予測できる。 0.5 秒後1秒後、なんだったら2秒後でもいいんですけれども、手を離す前から2秒後どれぐらいのスピードでボールが落ちるよっていうのが分かるよっていうのが物理学です。でただこの時に2つ気をつけなければいけないことがあります。で1つ目は、最初の状態を適切に知っておくということです。で最初にその手を離す時、静かに離すという前提条件を最初つけたんですけれども、もしここがスピードをつけてボールを落とし始めるとしたら、当然1秒後のスピードというのは変わってきます。それからもう一つは、何かの方頭で考えたかもしれないんですけれども、重力だけが働いているとすると 9.8×t でいいんですけれども、本当は空気抵抗なんかもあるわけですね。そうすると落下するときのスピードをより正確にしようと思うと、重力だけじゃなくて空気抵抗とか、他のさまざまな物理法則を考えてあげて、でそうすることによって予測を正しく出すことができるということになります。でまとめますと、正確な予測を出すためには正確な最初の状態の推定を行って、正確な物理法則で予測をしてあげる。でここでいうその気象学とか台風の話題に関して言いますと、要は空気の温度であるとか風速であるとか湿度、こういうものがこちらの正確な最初の状態です。現在の状態としてどうなっているんだろうということを正確に知っておいて、でその後数値シミュレーションというのを行うんですけれども、その数値シミュレーションによって将来どうなるかっていうところで物理法則を使います。それを両方正しいものに近づけていくことによって予測が正しくなるわけです。でもうちょっと細かく言いますと、観測によって入ってきたデータをデータ同化というプロセスにかけます。で あまり細かいことはいいんですけれども、データ同化というのは何かというと、観測データとして入ってきた情報を、観測してない情報の修正にも使ってあげるという考え方です。これ後でスライドで説明します。
で、ここの2つの観測とデータ同化のプロセスで得られたものが要は現在の大気の状態です。で、大気の状態を得た後で数値シミュレーションモデルというものに入れてあげて、予報をします。で、その結果として出てきたものに対して、補正をかけたり予報官の方がチェックをしたりというプロセスを経て、一般的なその台風の予報というのが作られているわけです。で、少しだけそのデータ同化という概念についてお話をしたいんですけれども、仮に、これ現実には多分ないんですけれども、台風の中心気圧の観測だけが、手に入ったとしましょう。で、例えばこう、この黒の線で書いてるのが、過去に出した予報の結果で、過去に出した予報によると980ヘクトパスカルという予報だったんだけども、実際に観測したら960ヘクトパスカルでした。そうすると、じゃあ観測が960ヘクトパスカルなので、もうちょっと低い方が、気圧が低い方が正しいんですねということになりますが、気圧を修正するというだけというのは非常にもったいないわけです。で、どういう意味かというと、台風の中心付近で気圧が低いということは、風速は強いはずです。ですので、ここで中心気圧だけを観測したとしても、風速をこのように強めてあげるという修正を図ることができます。で、ここの図には示してませんけれども、台風が強いときというのは、その上空に暖気核という構造がありまして、上空が暖かくなります。そうすると、中心気圧の観測は風速を直すこともできるし、上空を温めた方が正しい推定値だよという情報としても使うことができます。この少ない観測の情報をいかに数多くの状態の推定に使っていくか、このプロセスがデータ同化と呼ばれるプロセスです。で、これは実際には数字シミュレーションによってこれを計算させているんですけれども、特に、観測データが台風の中心付近というのは少ないですので、台風の中心付近で観測データを得て、このようなデータ同化プロセスというのをかけてあげると、より予報が良くなるだろうということが期待できるわけです。で、次にその数値シミュレーションという話ですけれども、ご存知の方も多いかもしれないんですけれども、まずは地球上の空気を細かく分割します。で、イメージ図ですけれども、気象庁がその台風の予報に現在用いているシステム、GSM というのは、大体地球上の空気を、20キロ格子ごとに区切っているようなものです。で、高さ方向にも空気をこう分割していって、それぞれの地点で、気温ですとか風速ですとか、あるいは、雲ができるのかどうかみたいなことを判断しているわけです。で、一番簡単なシステムでいうと、僕はこんなぐらいがいいかなと思うんですけど、例えば今京都に暖かい空気があって西風が吹いてます。そうすると、地点ごとにこう計算をしているので、だんだんこの空気が、東京の方に向かっていく。そうすると、東京という地点の気温が、だんだん上がってきますよねという話になります。で、他にもその日射ですとか雲物理といったさまざまな要素を、計算をしていまして、例えば太陽から入ってくる放射、で、それからそのニュートンの運動法則と言っている、法則で、あるいは、雲が、できるというプロセスで、あるいは海洋上でその風が吹いたりしますと、水蒸気がたくさん入ってきますので、そのような効果、現実の大気で起こっているような、物理法則、物理モデルというのを、物理法則というのをその、計算機上で、計算をしてあげるということが、物理モデルの役割ということになります。で、ここまでで大まかに、天気予報の仕組みについてはお話をいたしました。手に入った観測を、同化をして、さまざまな視点の修正に使って、それをその物理法則にかけて修正をしてあげる。で、最終的にその物理モデルというのが、必ずしも正しくないので、それを、補正をしてあげて、予報官の方が最終確認するというプロセスを踏むことになります。今言ったプロセスを考えますと、じゃあ予報を改善するためには何ができるかというと、一つは新しい観測データを手に入れるということです。とにかくその特にその台風の進路ですとか強度
をよく予報したいと思ったら、台風の進路や強度に関わってくる観測データを入手したい。でそれからその、そういうデータを、まあ、データ同化することによって周囲の状態の修正、要するに周囲の状態がどうであるかというのをなるべく正確に、推定できるようにする。でそれから正確な物理モデルを用いる。あるいは、まあ、今日はお話はほとんどしませんけれども、機械学習でもって、まあ、数値モデルの誤りみたいなものを補正していったり、これも、まあ、予測改善のためにできる一つのことかなとなります。でそれを踏まえて、ここの図をもう一回見直してみます。で、震度予報が良くなっているにもかかわらず、強度予報の成績というのが、ごく近年まで、良くなっていなかったというのは、まあ、ここで言ってますよね。自然界が変わってきて強度予報が難しくなったという事情がありますので、まあ、強度予報というのは難しくなってきたということをここら辺は反映していると思うんですけれども、近年その、進路予報に関わる部分というのは着実に、推定され予測されるようになってきたにもかかわらず、まあ、実は強度予報に関してはそれがまだまだ難しいという段階であるというふうに認識をしております。でこの違いというのは、台風の進路予報というのは皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、思考流という考え方で説明することができます。台風があるところの、周囲で吹いている風、台風というのはやっぱり地球全体に比べるとちっぽけな存在ですので、その台風の周りで、風が吹いていたら、その風に基本的には流される方向に動いていきます。でこのような、大きいスケールの現象というのは20キロおきに高視点を区切って計算をしている気象庁の GSM でもそれを正確に再現するということは可能です。ただ一方で台風の中心気圧最大風速といった量というのは、台風の本当に中心付近の内部コアダイナミクスというんですが、中心付近のところでどれぐらい凝結が起こるのか、中心付近で何が起こっているかということを計算できなければ正確なエネルギーバランスは計算できます。で、ここでその一つの例を示していますけれども、低分解能の時に再現される中心付近の構造と、高解像度の時に中心付近で解像される構造と結構違います。で当然高解像度、要するに高視点を細かく切って中心付近を正確に計算すると、台風の強さの予報というのは正確に計算できるようになりますので、このこと意味という意味で、まだ台風現在の20キロ高視点間隔というのは台風の中心を完全に解くには至ってないというふうに理解をしております。ちょっと手前味噌で恐縮なんですけれども、僕自身の研究の一つの、テーマとして、その高解像度で計算をして、しかもその台風が通るときというのは海の中をかき混ぜて、水温が下がりますので、そこでエネルギーバランスが変わってきますので、そういうものを作ったら台風の強さの予報が良くなるんじゃないかということを考えて、数年前に、こういう研究の論文を出版したんですけれども、今さっきまで言った GSM というものから出てくる強度予報というのはこの緑の線で示していまして、で、これまでに我々が開発してきた、大気と海洋の状態をこう高精度細かく計算してやるというシステムでいうと、かなり予報の誤差、強さの予報の誤差も減らせるというところまで、分かってきました。で、ただこれはその僕というか周り我々のグループで、リサーチ研究、目的としてやっているものでして、残念ながらすぐこれが気象庁で使われるというわけではありません。残念ながら気象庁ですが、やっぱり計算機のリソースの限界があって、それもそれ以上にきついのは2時間3時間以内に皆さんに予報を届けなきゃいけないという制約がありますので、どうしても計算量が多いものというのはなかなか難しいんですけれども、一つの方向性として、高解像度にしてより海洋もちゃんと考えてあげて、よりそのやっぱり物理的に最もらしいところで勝負をするというのが一つの方向性だと思います。2017年、気象庁はどういうふうに改善を図ったかということなんですが、新たなその気象予報に特化したシステムの、試験運用を開始されます。で、ちょっと詳細は割愛しますけれども、例えば周囲の大気の状態ですとか、海洋内部の状態、といったものを、GSM と呼ばれるものから診断的に評価してあげて、それを
使って、補正をしてあげると。でその他にもいろいろな試みされてまして、台風の中心付近だけに特化して高解像度化するシステムを入れていたり、いろんな試みをやっていまして、やはりそれは気象庁の方が、共同予報が難しくなってきているというふうに危機感を持たれて、一生懸命ここ数年努力された結果だろうというふうに考えております。で、最後の話題になりますけれども、航空機観測で、僕も参加させていただきましたので、何が見えてきたかという話をします。でこれ入る前にちょっと一つだけ説明をしなきゃいけないんですけども、台風の解析というのは2種類あります。気象庁が行う台風の位置中心気圧最大風速の解析には2種類あって、1つ目が速報解析というやつです。でおよそ50分以内くらいの時間で解析をして、今日は現在の台風の強さはこれぐらいですということを、多くの方に向けて発表します。でこれを速報解析と言います。でテレビなどで通常流れるのはこちらです。ですが、どうしてもデータがこう手に50分という限られた時間ですので、手に入らない50分以内にこう気象庁に届かない可能性とかもいろいろありまして、で後々改めて台風の強さ本当はどれぐらいだったんだろうねという、確認をします。それをベストトラック解析と言います。で、12月頃って書いたんですが、大体そうですね、データを取った時よりも数ヶ月遅れて、ちゃんとした解析をしようということですので、一般的に言うとこの速報解析よりもベストトラック解析の方が正しいというふうに思っているわけです。で、後ほど清水さんとか、山田先生からご紹介あると思いますけれども、僕もここに載せていただいて、貴重な機会を得たんですけど、ここで取材を受けて鈴木先生が NHK でもいただいて、観測を真面目にやられている S 研究さんと山田先生は僕と後ろの席にいらっしゃいます。で、そんな感じで観測を行いまして、で実際取られたその、ドロップゾーンでの分布がこんな感じです。左下に書いてまして、この赤い点 の, この非常にこの台風の経路上にいつに撮っているのが分かると思うんですが、これが初日の夕方にドロップゾーンで手に入れた、観測データです。でここに緑の点々がこうあるんですけれども、この緑の点々は実はこの日の夜に台湾の航空機観測をしてくれました。で台湾のドロップゾーンでというのがその日の夜にこうありまして、ど真ん中には行ってないんですけれども、外側のところでたくさんのデータを手に入れています。ですので、中心付近のみならず台風の外側に至るまで、さまざまな解析あるいは数値予報に関する研究というのに使えるデータセットになっています。で2日目22日の、10時ごろに2回目の観測を行いまして、それがこの青印で示しています。で右下初日の21日の観測の時のフライトパスを書いているんですが、見ていただいて分かりますけど、本当に目のど真ん中まで行っているということを見ていただけると思います。で中心付近の、画像をもう少しクローズアップして見てみます。そうすると、ドロップゾーンでこれ海面にある時のこの近くで囲ったここのドロップゾーンでが海面に一番近いところを観測した、時刻に最も近い時刻の衛星画像を引っ張っています。そうしますと、見ていただいて分かると思うんですが、本当に台風のど真ん中で、観測をドロップゾーンでがここの中心気圧を送ってきてくれたというのが分かります。ほぼ中心で21日、22日の2日間にわたって観測が得られました。あまり説明しませんけども、この一番我々の今回の、観測で一番強い風速が出たのは南側のところでして、風速80メートルというのは高度 1.3 キロの地点で、観測されています。でじゃあこれを、旅行の観点で見たらどうなるか。で先ほど最初にお話ししたんですけども、観測してきたデータというのを、T-PARC2 というプロジェクトなんですけども、今回 T-PARC2 プロジェクトのデータを加えて旅行を出していたら、旅行はどれくらい良くなっていただろう、要するに観測が追加されて、それが動画としていろんな部分を、再現し推定するのに使われるようになっている。で非常に喜ばしいことにですね、進路予報は 16% 最大で減少しました。予報が良くなったということです。予報を出したときに、増利する時刻が正確に、やや若干ですけれども出されるようになった。やはりこれは
台風の中心付近というのはなかなか普通観測データが得られませんので、そういうところから貴重な情報というのを使うこと、手に入れることができて、それが、将来の洪水推定に役立ったということができると思います。でびっくりされるかもしれません。これが、強度の予報の結果です。で左の図と右の図で全く違っています。実験としては同じなんですけれども、もし速報解析と呼ばれている、解析データに近いのがいいものだと思うのであれば、今回の TPAR 指数データは誤差を減らしています。ですがベストトラックと呼ばれているデータセットが正しいと、それに近づくのがいいことだと思うのであれば、今回の観測データは特にいい、改ざんの役割を果たしていません。でこれどういうふうに解釈するかというと、我々が手に入れたドロップゾンデのデータというのは、何個かありまして、ここで925ヘクトパスカルというのを、示した観測データが3個ぐらいあります。ですので、単純に1回がたまたま925というわけではなくて、速記の、性能の誤差というのはあり得るかもしれないんですが、その速記の誤差の範囲を、ないものと思うと、925ヘクトパスカルを送ってきたドロップゾンデが3個もあったということができます。でその925、930ヘクトパスカルという初日2日目のやつをこうプロットしてみますと、この丸印はドロップゾンデで得られた中心気圧の推定値です。でこの点線というのは速報解析、要するに50分以内に皆さんに伝えられるようなタイプの、解析です。でテレビを当日見てまして、ドロップゾンデで撮ってきたのと気象庁の数字は同じだな、さすが気象庁と思ってテレビを見ておりましたが、後の事実はこれベストトラックで、修正をされております。で最終的に確定版としては、935ヘクトパスカルというのが21日の、夕方で、915ヘクトパスカルというのが22日の朝であったというのが気象庁の最終的な、見解となっています。で、それはドロップゾンデデータというのは、我々が作ったドロップゾンデデータというのはまだ最初に取った段階でいろいろと、バグが入っていたり誤差が入っていたりということがありましたので、それは特攻清水さんからお話があるかもしれませんが、そこら辺を補正して、作れたというのは実は12月の末です。そうしますと、その12月末というのはベストトラックが発表されたのは12月の初旬、あとで少し修正入りますけども、その12月初旬には間に合わなかった。で基本的にはドボラック解析をベースにこのベストトラックを作られていて、それとは我々の航空観測は残念ながら一致しなかったということが言えると思います。じゃあどちらを信じるんだという話です。我々の航空観測が 100% 正しいと僕はまだ完全には言えないと思ってるんですが、それでもその、ドロップゾンデ観測に近い速報解析が正しいものだと思うか、ベストトラックが正しいものだと思うか、それでもってかなり実は予報の精度の評価というところにも影響をしている。先ほど来問題になってますけれども、共同予報というのはそもそも我々が925ってテレビで言ってたやつが本当かどうかわからないということです、実は。で、最後にそこら辺の事情についてもう少し整理をしております。航空機観測があった時代、1980年代前半というのは、ベストトラックというのはほとんど航空機観測と一致する値として定められていました。しかしながら、それがなくなった後、ドボラック法というするに、その衛星の画像からパターンを、見て、それでもってこれぐらいの中心気圧だろうという推定を与えるというものが、使われているわけですけれども、例えば、CI 数の見積もりが、ある人とある人、完全に CI 数が見積もられたとしても、それにフィットする航空機観測というのは、実は、980から920くらいまで同じ CI 数であったとしても当てはまったりする場合があります。要は、CI 数を見つけて計算して、でそれから、1対1の対応で中心気圧を決めるというのはドボラック法なんですけれども、航空機観測で突起していた時代の1980年代前半の値とは大きく食い違う場合が結構ある。でこのことというのはやはりそのベストトラックといえども我々は不確実な見積もりと思って付き合っていかなければいけないということを強く示しているというふうに感じております。
で、まあ、大まかにこんなことをお話ししました。予報の手順としてこういうふうに作っていまして、進路予報は確実に良くなってきていて、まあ、共同予報も新システムの導入で、だいぶ良くなっていますと。で、航空機観測、進路予報が良くなるといういい結果が得られた一方で、共同予報に関しては、最大風速のベストトラック、あるいは速報解析というのは必ずしも、まあ、完璧な推定ではないということも言えてきます。でこれやっぱり1回だけじゃなくて航空機観測を何回か繰り返して、あるいはその気象庁の中の方との対話もやり取りしながら、どういうのが本当の台風の強さなんだろうねっていう議論する、まあ、一つの手がかりにできればなというふうに思っております。あ、以上です。ありがとうございました。はい、伊藤さん、どうもありがとうございました。それでは、また李さん、ご質問がありましたら受け付けたいと思います。いかがでしょう。今日は発表ありがとうございます。東京理科大学土木工学科の博士1年の金子と申します。私川のことをやってまして、台風で降ってくる雨のことを知りたいんですけど、今進路がこう改善されて強度はちょっとまだ分からないよという話でした。雨に、ちょっと私も何も分からないんですけど、雨にもろに、雨の予測をするために、台風からの雨を予測するためには、今後どういった改善をする必要があるとお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。まず冒頭でお話したんですけれども、その雨の量を決めるパラメーターというのは、むしろ台風の強度というよりも進路だというふうに考えております。まあ、強度も少し関わっています。という意味で、進路予報の改善を絶え間なく続けていくということが一つです。それから、全球の甲子園学校20キロ程度と言ったんですけれども、20キロ程度だとやっぱり強い対流みたいなものというのはなかなか再現できませんので、気象庁がそれをまあ改善するために2キロメッシュのモデルだったり、5キロメッシュのモデルだったりというのも日本領域に限って使っていますので、そういうその高解像度モデルの高度化というところで、少しずつ良くなっていくと。雨の量の推定という意味で言いますと、強い雨の、スコアというのは50年でかなり劇的に改善してきているという側面があります。で、それは引き続き良くなっていくんだろうというふうに思っています。ありがとうございます。はい、じゃあ和田さん。気象研究所の和田です。興味深い話ありがとうございます。ちょっと難しい質問かもしれないんですけど、ドボラック法で一応持ったベストトラックの不確実性に我々は付き合わなきゃいけないと言うけれども、我々としては台風のベストトラックっていうものがより角度高いものであることをやっぱり望むと思うんですよね。その時に今回のこの航空機観測のプロジェクトをすることによって、確実性があるというのは分かったけれども、じゃあそのデータ、航空機のデータを、今のデータを生かす、もっとだからデータをいっぱい取らなきゃいけないかもしれないですけど、それをすることによって、ベストトラックの解析手法っていうのに、何かこう新しい発想というか、より精度高くなって、今全世界でももうベストトラック結構ばらつきあるんですけれども、それを本当に統一できるような、なんかこう素晴らしいようなことができるのかどうか。であと、これに付随して伊藤さんはデータ増加手法とか数値モデルというのでこう研究されてますけれども、そういった技術の発展に対して航空機観測のデータというのはどのように役立つのか、その点について教えてください。まずは一つ目の質問からですけれども、まずは今回の航空機観測でその現状のドボラック法というのが不確実であるということが見えてきた。それをまずは情報共有として皆さんで理解するということが第一点でして、で例えばやり方として先ほど中澤さんからお話がありました、そのマイクロ波をうまくちゃんと見ているかどうかで、あるいは沖縄を近くに通った台風であれば、それで航空機観測をしていれば、そのレーダーを使ったような強度推定といったものもできます。で当然その何が真摯かというのは分からないにせよ、その今回の、台風の航空機観測というのは一つの重要な、かなり僕個人としては本当に、これが正しい値と言いたいんですけど、かなり正しい値に近いものだと思っていますの で、それをいろんな方は多分いろんな意見をお持ちだと思います。なのでそこを付き合わせて、これがいい問題よねっていうのをちょっとずつこう作っていくというところが大事だろうと思います。それから、そうです、航空機観測の利用、シミュレーション、旅行に関するインパクトというところで言いますと、当初僕はその
進路予報が良くなるっていうのはちょっとどうかなと思っていたところがあります。というのはやはり台風の、進路予報ってやっぱり四交流で決まるというふうに普通は教科書的には書いてあって、それは周囲のところの風がきちんと観測できていれば、まあ、予報はそれでいいじゃんという考え方なんですけれども、今回のこの研究の成果が何を意味しているかというと、台風の中心付近で航空機で取ってきたデータというものに、まだまだこの環境側のデータで取ってきただけでは、入ることがなかったような情報、まあ、正しいところに近づいていくところの推定が入ってきたということを意味しています。ですので、これまだこれ実験としては1回の台風についてだけですけれども、これを事例を積み重ねていくことによって、より角度の高い、航空機観測の利用の方法というのが見えてくるんじゃないかというふうに思っております。はい、どうもありがとうございます。じゃあ臨時会に、はい、昔ベストトラックを作っていた立場なんですがちょっと業界的にはベストトラック、まあ、私はベタートラックかなと思うんですが、今回もこの速報解析よりもベストトラックの方で気圧が上がっちゃったんですかね、その辺何を根拠にという気もしないでもないんですが、お示しになりましたように、ノボラックのその試合数と気圧の換算表というのはかなり幅がある中でエリアを決めているのでですね、それはお使いになる方でやっぱりかなり幅が減ってるけどかなり違うよというのも念頭に置いていただいて使っていただければ。で、私気象庁ではありませんけども、多分気象庁さんもですね、航空機外観測のデータがリアルタイムテクニックに入ってくれば、それに応じたようなそのベストトラックも対応できると思いますので、私としては別の観測をですね、広げていただきたいなと思います。ありがとうございます。ドブラック観測、ドブラック解析というものをベースにして作られたというふうに伺っております。今回のベストトラックに関してはですので、逆に言うとまだこれは初期段階としてどれぐらい誤差があるかというのを、改めて我々僕ら研究者の立場で言うと、これは確認なんですね。ベストトラックデータというのはどういう品質のものかというと確認したという段階なんですが、やっぱりこれはいろんな方にこの問題意識を共有していただくというみたいなことが大事だと思います。はい、ありがとうございました。大西さんの貴重なご意見ありがとうございました。伊藤さん、どうもありがとうございました。それではここで一旦休憩時間となります。今からおよそ10分間の休憩を取りまして、次の講演は15時20分。